動画をご覧の皆さん、こんにちは。おたわです。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。というわけで今日紹介するおもちゃは、バンダイのフィギュアーツ、昭和10代ライダーです。平成の仮面ライダーもとっても洗練されていてかっこいいですけども、この昭和の10代ライダー、とってもかっこいいですね。僕はもともと昭和の仮面ライダーから入ったので、なんだかこの10人を見ているととってもほっとします。 本来であればこの10人の仮面ライダーのフィギュア一つ一つをレビューしていきたいところなんですが、えっと僕がこの動画の中でやりたいことというのはこの10人を机の上に並ばせたいということで、まあ1月1日お正月ということもあって普段のレビューとはまた違う動画を作りたいなと思いました。それぞれの仮面ライダーには僕自身とっても思い入れがあります。なので早速箱の中を開けて10人を並べて 昭和の仮面ライダーについてあのお話ししたいと思います。それでは早速箱の中を開けてみましょう。行きますおーついに10代ライダーが僕の机の前で集結しました。すごい感動です。シリーズごとの順番で順に見ていきたいと思います。まずはこれが仮面ライダー1号ですね。 具体的には仮面ライダー新1号ですね。とってもかっこいいです。すべてはこの仮面ライダーから始まったんですね。これが仮面ライダー2号です。頭部パーツを Q2 号の頭部に変えることによって、このクラッシャーがちょっとエラが張っているようなマスクになっています。仮面ライダー V3。 そして僕が昭和ライダーで最も好きな仮面ライダー「ライダーマン」です仮面ライダー X 仮面ライダー Amazon ディケードでも大活躍でしたね仮面ライダーストロンガー これも独特なシルエットがかっこいいですね。ちなみに僕は小さい頃この目が怖くて、ちょっとどうしてもストロンガーを直視できなかった時がありました。すごくリアルですね。仮面ライダースーパーワン。オープニングの歌詞にもあるように5つの腕、ファイブハンドを使い分けて戦う剣法ライダーですね。 かっこいいスカイライダー東映がシリーズを重ねていくうちにもう一回原点に戻ろうということでもう一度仮面ライダーを作った時の仮面ライダーですねスカイライダーという名前で定着していますそして最後に仮面ライダーゼクロスですテントウムシと それから戦術が忍者なんですね。ゼクロスの活躍は小さい頃、レンタルビデオ屋さんで借りたビデオで活躍を知りました。とってもかっこいいですね。というわけで、超個性的な昭和の仮面ライダー10人が揃いました。とっても感無量です。なんでいきなりこんな動画を出したのかというと、実は大晦日の日に大掃除をしていて、で、押し入れの中におもちゃが あの、たくさんあるんですけども、あの、整理をしていたらいくつか仮面ライダーがちらほら出てきて、この仮面ライダーゼクロスが出てきたんですよ。で、10人のライダーっていうのは、何年かかけて、こう、少しずつ発売されて、やっと10体が発売されたんですよ。で、まあ、ゼクロスがあったってことは、確か僕1号から全部を買ってたはずなんで、探せば全部あるかもしれないと。 いうことで、あの、いろいろ書き集めたら、まあ、10人、10個全部あったんですね。いても立ってもいられなくなって、ま、あどうせ並べるんだったら、みんなにもぜひ見てもらいたいなと思って、今回動画を出してみました。この動画を見ているあなたはどの仮面ライダーが一番好きですか僕はやっぱり、ライダーマンですね。ライダーマンって、この10人の中でも、どちらかというと地味ですよね。 で、しかも唯一、えー、このライダーマンだけ生身の人間なんですよね。改造されている部分はこの右腕だけなんですよね。で、ま、あ劇中でもちょっと弱いんですよ。まあ、弱いって言ったらあれなんですけどね。でも、あの、ライダーマンが活躍する最後のシーンとか、生き様とか、なんて言うんですかね、こう、こう言ったらものすごく、あの、失礼なんですけども、かっこ悪いところが逆にすごいかっこよくて、 なんだろうなうんたまんないですねあとは「仮面ライダースーパーワン」も好きですねあのオープニングテーマがもうどの仮面ライダーもオープニングテーマかっこいいんですけどもスーパーワンはかっこいいですねうんしびれます あとはもう、この中でもものすごく個性的なアマゾンも好きですね。うん。よくあの、Amazon をずる山本大輔の真似をして、あの、よく弟と遊んでいました。<laughs> というわけで、新年一発目の動画、重大代仮面ライダーの、まあ、レビューというか <laughs>、えー、えこうやって自分の持っているコレクションをみんなに見てもらえるっていうのはすごく嬉しいなと思いました。他にも押し入れの中にたくさんのおもちゃがあるんで、 みんなに少しずつ見てもらえたらすごく嬉しいです。というわけで新年の挨拶も兼ねてこの動画を投稿しました。2014年もどうぞよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。わたほでした。